小千谷市長選挙は昨日投開票が行われ、前の県議会議員の宮崎悦雄さんが初当選しました。万歳！万歳！新人3人が立候補した小千谷市長選挙は、前の県議会議員宮崎悦雄さんが12,105票を獲得して初当選しました。12年ぶりの選挙戦となった今回の小千谷市長選挙、宮崎さんは市政の継続を掲げ、子育て環境の整備など人口減少対策に力を入れたいと訴えました。すべての市民の方々の思いを胸に、しっかりと、小千谷総参加のまちづくりを目指してまいりたいと思っております。投票率は 62.51% で、12年前の選挙より 8.53 ポイント下回っています。